最新260話カイザーの知られざる衝撃の過去が明らかにについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。タヌキジジイ虐待までやってたとか最低だな。なのにネスを虐待しているカイザーくん、虐待は遺伝するんだよな。カイザーに悲しき過去。やっぱ虐待かきついな。カイザー美少年なのか、目の下何もついてないっぽい母親の真似かな。クリスマス生まれ、ミヒャエル母親は女優で本人も多分美形に書かれてる。これだけ揃っててもこんな人生で今も苦しんでるのかわいそうだな。そして愛されて育った潔に精神の安定面で負けてプレイでも負けそう。つらい。ネスの過去茶番すぎるだろ。次回もカイザー回想なのかな。カイザーの過去が明かされることによってバローの悲しくない過去がさらに輝くな。いきなり違う漫画始まったかと思った。成功して地獄の環境から抜け出したのに隠したいじめで自分の評価に傷つけてただのアホかと。最後に出てきた代理人のおっさんと PIFA 会長は別人。カイザーが今まで潰してきたプレイヤーに対する行いは父親、貪欲に上を目指すのは母親からの遺伝か。ボロボロボールの伏線回収来たか。潔と違って苦労してるな。クソ回想すぎるだろ。何をもってサッカー関係者が身元引き受け人として出てくるんだよ。両腕を拘束されながら蹴りとサッカーボールで警官相手に無双なんて報道されたなら、もしかしてってスカウティングもありえなくはないかな。そうでもしないと底辺からクラブなんて入れないよな。ロレンツォの方が役わからんけどな。確か人で10代で最強ぽいロキもどうせ悲しい過去があるんだろ。エゴといいスナッピーといい、あの世界には他人の能力値を見れる鑑定スキルでも存在してんのか。カイザー母が枕営業して有名になっていったなら、カイザーと父親は血縁関係ないかもな。この人は連盟の会長なのかな。会長もブルーロックみたいなことするのに子供集めてたのかな。それともノアのようなドラマのあるトップ選手を作りたいのか。底辺出身とか夢があるし。カイザーもまた悲しい過去か。でも歯があるだけロレンツォよりマシだな。悲しくない過去のバロー、ホントスコ。バローの悲しい未来ですら他の人の過去よりずっとマシなんだよな。カイザーに悲しき過去。対比の余一はいい親だな。カイザーロレンツォに対し、海外に送り出してもらえる愛しさへの環境めちゃくちゃ恵まれてんな。カイザーの過去編読んで泣いちゃった。スーパーありがち度底辺成り上がりエピソードすぎて、もうカイザーの底見えちゃったし、マジでミヒャエルハンザーだよ。毒親生まれはこれで日和ネス。カイザーかの後ロレンツォは環境がクソだけど毒親かはわからんし。ガチでつれい過去で草。何のバックボーンもないのにナチュラル最古の潔神。ただちゃんにパスした後悔と敗北を美談にされたのは結構強めのバックボーンだと思う。過去カイザー、なんか少し汚れてる？傷があるのか肌に書き込みがあるのか。悲しいね。殴られた後もあるだろうし、清い詐欺な環境ではないしね。シャンプーはクラブ入ってから初めて自分で使ったのかな。クリスマス生まれなんかな。底辺上がりでクリスマスでって考えると、やっぱ意図的にノアと要素を寄せてるのかね。鋭い五感のせいで幼い頃外の世界の何もかもが怖くてずっと泣いてたっていうのは少しお辛いかも。本人が気にしてないのと神親だから全然重く見えないけど、こっからサッカー選手全員憎むようになるわけだから、もう一段階落とされるんだろうな。カイザータイトルも不穏だし、令和限界長なんかな。てか牛乳嫌いだったの親父がクソするための飲み物だったからか。そりゃ生理的嫌悪感出るわ。ネスト受けたトライアルまでに数年ありそうだし、それまでに所属した練習場でいじめにあったり才能のない雑魚たちが嫌いになる。スナッピーはなんでロレンツォ選んだんだろうね。どっちも盗みがうまそうみたいな理由じゃないか。すばしっこそう。漫画としては辛い過去からの逆襲が映えるけど、今の時代の現実は、恵まれた親から生まれたフィジカルエリートが幼少期から恵まれた環境で研鑽して成功してるの泣ける。サッカー連盟の会長っぽいやつが人生に関わってきてるんなら、内ゲバすら指示の可能性出てきたな。令和ブルーロックの話題をカイザー使ってかっさらおうとしたのかもね。でも相手が悪かったカイザーまた役立たず扱いされちゃうね。ここで過去出すならエピソードカイザーはないね。ネオエゴだけのライバルになるのかな。このタイミングだし次の巻でサインだし、プロフィール詳細も出そうだね。カイザー不女子大歓喜展開やん。クさんはかっこいい。俺様じゃない。カイザーは嫌いだと思う。ネスの過去のしょうもなさが際立つね。それにしてもこういう悲しき過去を持ったキャラを幸せな家庭で育った潔が普通になぎ倒していくのはエグいよな。虐待は散々予想されてたから超えてこなかったな。カイザーがネオエゴ参加したのは例の指示？
辛い過去とかどうでも良いからサッカーを描いた商業漫画として面白い展開にしてくれ。現実世界で幸せな家庭で育ち自己肯定感 MAX な人が最強っていうのを漫画で見るのきついね。虐待されてメンタルグラグラだとハングリー精神があったとしても日本の幸せな家庭育ちの潔にかなわないのか。ロレンツなんかもそうだが子供の頃からまともな体が出来上がるような生活してないよな。まだカイザーが得点するのワンチャンあるのか。一般人に発砲してきたクソ警察に体術で勝つのは女にはかっこいいの部類じゃないのか。戦闘力なら最強格なのに。一応ボール蹴って遊んでたとはいえサッカー経験自体は相当浅いんだな。カイザーカイザーインパクトは発砲された弾より早いけどこれに勝てるやついんの。ロレンツは顔面で耐えた。世界で戦うディフェンダーともなれば顔面で弾丸くらいは止められないとね。ネオエボで一番のゴミはスナックイーの過去やろ。あんなん誰が興味あんねん。バローのためのエピソードだったわけだけど、ミックとバローのキャラが全然重なってなかったからよくわかんなかったな。カイザーの悲しき過去とかどうでもいいから潔は3点取って勝ってほしい。わざわざ試合中に悲しい過去回想して何もなかったら笑うから1点は確実にカイザーだし諦めろ。かわいそうな過去書かれたら日和みたいに覚醒するの確定やん。カイザー1点は決めるやろ。でもなんで雑魚狩りになっちまったんだろうな。ノアお前に心が折れてしまったのでは。潔ハットトリックハイサギが勢い出した時に過去回想挟んだことで消えたろうな。クソお邪魔します。回想だろこれ。ロレンツといいカイザーといい何の実績もないやつがなんでサッカーやれって流れになるんだ。ロレンツも不幸な過去だけどあれは年俸評価で見てるキャラ付けとかバローとスナッピーの考えの違いがあってそこで説得に行ってとか描写の積み重ねはあったからな。今頃になっていきなり不幸でしたって言われても知らんがな。いきなりも何も不幸な過去はカイザーの方が予想されてたぐらいの予定調和だが、不幸な過去はボロボロなボール出てきた時点で誰でも予想できたろう。カイザーの親が毒親だったとしてもカイザーの味方シュートブロックが踏んなのは変わらん。今の気取った王様キャラハドッから生えてきたんだ。ネスに洗脳でもされたんか。潔の成長を書くためとはいえさすがにカイザーに妨害させすぎたな。全く同情できん。地獄から抜け出して死に物狂いで努力した男よりもぬるい環境でぬくぬくやってた天才のが強い悲しき現実よ。この人生でもカイザーが潔のメンタルの強さ持ってたら最強になってた。てかこれスラム生まれで最底辺だったのあと境遇かぶってない。しかもカイザーの場合どんだけ悲しい過去でも現在がゴミすぎて誰も同情できないという。あえてかぶせてるんじゃねんで居心が潔みたいに平凡で優しい家庭で育ったとか。カイザーの過去はかわいそうではあるだろうけど潔の知ったことじゃないだろ。なんで一般家庭でぬくぬく育ったくせにとか言われなきゃならんのか。言ってなくね。新世代世界中一決は悲しきが過去がないとなれません。ブルーロックの環境とか激ヌルだったんだな。一部の読者はカイザーかわいそう頑張れってなるのかな。これで手下引き連れて隠した潰しになるのダサすぎない。カイザー12歳からサッカー始めて11決フォワードって普通にすごくね。隠した潰しがカイザーの純粋な実力によるものとかだったらまだいいんだわ。敵に混じってディフェンスとか味方のシュートブロックとか本当の意味で論外なんだわ。ありえちゃいけないんだよそんなプレイ。カイザーはシュートブロック放たれたシュートを妨害するはしてないよ。イングランド戦見てた？蹴られたシュートを妨害するのがシュートブロックという行為用語の意味の話だ。シュートブロック以外の妨害行為は間違いなくしている。体力測定妨害しただろ。初登場の時にはやったね。はい、そうなんか相手がシュートできないようにコースを塞ぐのもシュートブロックだと思ってたわ。ゴールマウスに向かって飛ぶボールに干渉を行って得点を阻むことをシュートブロックというカイザー本人の弁によれば潔にアシストさせるつもりだったらしいのであの状況はシュートブロックにはならないね。まあクソお邪魔します2の方がよほど悪質で、多分あれ現実だったらカイザーにカード出てると思う。親から一度も名前で呼ばれたことがない悲しい男の名を愛称で呼んであげるロレンツとかいう成人。ロレンツは捨てられたけど虐待は受けてないってのが理由だろうな。カイザーこれ白雪姫症候群なんじゃないか。皆さんどう思いましたか？感想コメントお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。